外国人が近づいてきた。昨日仕事帰りに黒猫を見つけた。猫大好きな私は猫においでーと言った。すると猫がほんの少しだけ近寄ってきたんだよ。もっとそばにおいでーっつったら後ろから、ああ、吸息が風を生むまでと声が聞こえた。振り返ったら外人さんがこちらにデジカメ向けてパシャリ。ポカーンとしている私に、日本の歌好きよ、バイバイと言って鼻歌混じりに去っていった。何だったんだよあの人は。ちなみに外人スペックはがたいのいい男で30代くらい、状態は酔っ払い。日本こそがベジタリアンの楽園。ベジタリアンが羨む日本という賞に以下のような外国人女性の意見が。日本には豆腐をはじめベジタリアン料理が盛りだくさんでしょ。英語教師をしている友人を訪ねて行った時には、ひじき、切り干し大根、納豆、こんにゃく、油揚げなどを教えてもらったわ。ベジタリアンの食材がこれほど豊富な国も珍しいわよ。サラダってね、塩をかけるの意味でソルトと同じ語源なの。だから初めにサルがつくのよ。ギリシャ時代からあった食べ方だけど、欧米では野菜料理はサラダの他には茹でるぐらいしかないでしょ。だからこそ欧米の多くのベジタリアンがインドやスリランカのカレー料理に感心するわけ。だけど私は日本こそがベジタリアンの楽園だと思っているのよ。